はい、こんにちは。今日も気になる健康トピックについてお話ししていきます。今日はダイエット薬のオルリスタットについてお話しします。このオルリスタットっていうのはダイエット薬として世界的に非常に有名なもので、今年の2月に日本でも正式に承認されまして、来年あたりから薬局でも発売が開始されると言われているんですね。で、日本で承認されただけで海外ではずっと前から使っているものですので、今までも海外から取り寄せれば日本で使っている人っていうのはいっぱいいたんですよね。で、私のダイエットのクライアントさんでも何人か使っている方はいて、相談を受けたりしたんですね。それで実際に結構痩せた方も多くて、まあ、効果のそれなりにあるものだと思うんですけども、まあ、私も実は持ってるんですよね、これ。まあ、人に勧め言っておいて、自分もちょっと試さないわけにいかないなと思って、ちょっと試してみようと思って買ったことはあるんですけども、これ結構注意点もあるので、まあ、それについても解説していきます。まずこのオルリスタットっていう薬について簡単に説明していくんですけども、まず整理すると、オルリスタットっていうのはこの薬の成分の名前なんですね。薬の名前ってすごいややこしくて、入ってる成分の名前と実際の商品名っていう2つの名前があるんですね。まあ、例えばコロナで有名になったカロナールっていう薬ありますよね。カロナールっていうのは商品名なんですね。で、カロナールに入ってる成分名がアセトアミノフェンと言います。あと有名なのはインフルのタミフルってありますよね。タミフルっていうのも商品名で、成分名はオセルタミビルっていうんですね。まあ、これと同じで、このオルリスタットっていうのが成分名で、製品名はゼニカルという薬があります。ただこのゼニカルはジェネリックの薬がいっぱい出てまして、僕が持ってるこれゼニカルのジェネリックでオルリガルという薬があるんですね。ゼニカルの特許が切れたので、他の会社でも同じ成分で作っていいようになるので、まあ、それで他の会社が安く作ってるのがジェネリック医薬品っていうものですね。で、このここにあるのがオルリガルというゼニカルのジェネリックでオルリスタットを配合しているものです。で、このオルリスタットが今度日本でも正式に承認されたので、来年大正製薬からアライという商品名で出ることが決まっています。で、この大正製薬のホームページから引用したのをそのまま読むんですけども、オルリスタットは消化管内で脂肪分解酵素であるリパーゼの活性を阻害し、食事由来の脂質の吸収を抑制しますと。で、アライの服用と合わせて食事運動の改善を行うことで内臓脂肪が減少し、結果として腹囲の減少へと導くことが期待できますとあるんですね。まあ、つまりこのオルリスタットっていうのはこの、消化管内の脂肪分解酵素を抑える働きがあるんですね。これ絵で出してるんですけども、まあ、脂身たっぷりのお肉なんかを食べると脂肪っていうのは胃腸で消化酵素が出てきまして、脂肪を分解する酵素はリパーゼというんですね。このリパーゼがこの脂肪を吸収できる状態まで分解して、そして腸管から脂肪が吸収されていくんですけども、このリパーゼの働きを阻害しちゃうことによって脂肪が分解されないので、分解されない脂肪は吸収できないですから、そのまま排出しちゃうんですね。つまり食べたものを吸収しないで、なかったことにしちゃう、そのままトイレに流しちゃうという薬になります。で、この大正製薬の、ホームページからまたこのアライについて詳しく引用するんですけども、効能効果は腹囲が太めな方の内臓脂肪および腹囲の減少とあるんですね。ただし生活習慣改善の取り組みを行っている場合に限るとあるので、まあ、もちろんこの薬飲んだら絶対痩せるっていうわけじゃなくて、まあ、あくまでもダイエットしてる人がそのサポートとして使ってくださいということなんですね。これは私もクライアントさんに言うときにすごい言ったことなんですけども、まあ、薬飲んだら痩せるわけじゃないんで絶対頼りすぎないでくださいねとは言ってあるんですね。まあ、だから実際に使った人っていうのは仕事の関係でどうしても会食がすごい多くて、ダイエットの食事改善がなかなかその会食で進まない方なんですよね。どうしても取引先の方と接待でご飯行ったりして、
食べなきゃいけないので、まあ、そこの調整が非常に難しいということだったので、まあ、それであればこういうその会食の食べたものを吸収しないでそのまま出しちゃう薬っていうのも使う価値があるのかなと思って、まあ、おすすめはしたんですけども、まあ、その方実際あの結構太ってたんですけども80キロぐらいあった方が、半年で、70キロぐらい60キロぐらいまで落ちてましたね。半年で20キロぐらいあの落とされた方なので結構頑張ったんですけども、まあ、もちろん筋トレとかもしっかりやった上であのオルリスタットを活用していただいたっていうことですね。で容量、用法容量としては、18歳以上の方限定です。で1回1カプセルを1日3回食事中または食後1時間以内に服用してくださいとあるんですね。つまり食事で摂った脂肪の吸収を抑えるわけですから食事の時に飲まないと意味がありません。空腹の時に飲んでも意味はありません。食事で摂った時にそれを吸収しないように飲むっていうことですね。でこのオルリスタットの注意点なんですけどもこの脂肪の吸収を抑えるっていうことは脂肪と一緒に吸収されるものの吸収も抑えちゃうんですね。でそれは何かっていうと脂溶性ビタミンっていうものがあるんですよ。ビタミンって皆さん知ってると思うんですけどもビタミンには水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンっていうのがあって水に溶けるビタミンと油に溶けるビタミンがあるんですね。油に溶けるビタミンっていうのは油に溶けて油が吸収されるのと一緒に体に吸収されていくので脂肪の吸収を抑えちゃうとこのビタミンの吸収も抑えちゃってこのビタミンが欠乏してくる可能性があるんですね。で脂溶性ビタミンっていうのは具体的にはビタミン A、ビタミン D、ビタミン E、ビタミン K、 そしてあとはトマトなんかのリコピンとかあと人参のベータカロテンとかそういうのをですねこの辺の脂溶性の栄養が吸収されないで欠乏してくる恐れがあるので1ヶ月以上続けて飲む場合はマルチビタミンなんかでサプリで補う必要がありますね。でマルチビタミンも脂溶性ビタミンを吸収できるように油と一緒にカプセルになっている、ビタミンのサプリのカプセルがあるんですね。まあ、そういったものを積極的に選んでいただいた方がいいと思います。であともう一つ注意点は油が分解されないでそのまま便で出てくるので非常に緩くなる恐れがあります。これ私も実際に体験したんですけども例えば背脂たっぷりの、こってお手のラーメンとかラーメン定食とか食べた後にこのオルリスタット飲むとですね1時間後ぐらいに結構お腹が痛くなってもうトイレがね我慢してもお尻を締めようとしてもちょっと漏れてきちゃうような感じになるんですよね。油なんで非常にじわじわ漏れてきてしまうような感じになるので、かなり食べ過ぎた時っていうのは結構注意して、トイレにいつでも行けるような体勢にしといた方がいいと思います。逆にそういう体勢じゃない時にあんまり飲まない方がいいと思います。まあそんなに食事量が多くなければまあ、そこまでひどいことにはならないんですけども食事量によっては結構ひどいことになるのでそこだけは注意した方がいいですね。あとここ意外と分かってない方が多いんですけども吸収阻害するのは脂肪のみなんですね。糖質過剰には効きません。オルリスタットっていうのは脂肪を分解するリパーゼという酵素を、阻害するんですね。これ糖質を分解するのはアミラーゼっていう酵素なので全然別の話ですから糖質過剰で太ってる人にはあんまり効果ないです。ですから自分の思考とかいつも食べているものを理解した上で油が多くて太ってるのか糖質が多くて太ってるのかっていうことは理解した上で買うか買わないかは決めていただいた方がいいと思います。それで来年から発売になってこのオルリスタットアライはすごく売れるのかどうかっていう話なんですけど私は個人的にはあんまり売れないだろうなと考えています。それはなぜなら、承認はされたんですけども、陽指導医薬品という分類なんですね。この陽指導医薬品っていうのは何かっていうと、まあ、医師の処方がなくてもつまり病院に行かなくても薬局行くだけで買えることは買えるんですけど薬局行ってすいません洗いくださいって言って
まあ、それですぐ買って帰れるかって言ったらそうではなくて、まあ、要指導ですから薬剤師が指導しないといけないんですね。まあ、薬剤師と対面して以下のような条件を満たすことが必要であると書いてあるんですけども、3ヶ月以上生活習慣の改善取り組みを行っていること、3ヶ月以上ダイエット頑張っても痩せない人ですね。で、そして体重や腹囲などを1ヶ月以上記録していること、ちゃんと記録して痩せる気があるかっていうのを、見せる必要があるんですね。で、そして定期的に健康診断を受けていること、ビタミン欠乏とか肝機能の障害とかがないことっていうのが条件なんですね。まあ、ただこうやって条件に挙げてますけども、まあ、実際にそれで薬剤師がダイエットの指導できるかって言ったらできないわけですよ。私の妻も薬剤師ですけど、ダイエットの知識なんて別に一般人とあんまり変わらないので、まあ、ごく一般的な指導しかできないんですね。まあ、ですから結局、まあ、形式上とりあえず話聞いた上で結局自己判断で使用するっていうことになると思うんですよ。まあ、薬剤師と相談して買わなきゃいけないっていうところで面倒くさいので、その面倒くささであんまり売れないだろうなと思ってるんですけども、まあ、薬剤師と相談したとしても結局ごく一般的なアドバイスしか受けられないので、まあ、自己判断で使うしかないと思うんですね。まあ、ですから、まあ、この動画だけじゃなくてちゃんと、調べた上で自己責任で使っていただければと思うんですね。で、私からのアドバイスとしては、使うとしても短期間で、やめておいた方がいいと思います。せいぜい半年、長くても半年ぐらいでやめておかないと、脂肪の吸収を抑えてしまうっていうことは、脂肪っていうのは体にとって絶対必要なものなんですよね。ただ体脂肪になるだけじゃなくて、さっきも言ったように脂溶性ビタミンの吸収を促したりとか、あと細胞膜の材料とかホルモンの材料っていうのも脂肪ですから、まあ、こういったものを、吸収抑制しすぎちゃうと良くない面があると思うので、まあ、よっぽど太っててな痩せれない人とか、どうしても会食を外せない人とかが、短期的に使うっていうことに、留めた方がいいと思います。で、一旦体重を落とせば筋トレの効果っていうのはさらに上がってくるんですね。体重が重すぎる人だと筋トレの効果って上がりにくいんですけども、一旦体重を落として筋トレ習慣を続けられれば、たびたびの会食ぐらいでそんなに太らなくなるので、まずその体勢に体を持っていくっていうところが重要になります。で、あともう一つ言っていくこととすれば、日本で承認されたのって1カプセルが 60mg のものなんですね。で、海外のジェネリックで買えるのは 120mg の倍の量のものがあるので、まあ体格にもよるとは思いますけども、まあ、日本で買うよりも海外のもの買った方が多分安いので、まあ洗いもそんなに売れないだろうなとは私は思ってますね。まあ今海外の医薬品取り寄せるっていうのも結構普通に行われてるので、別にまあ普通に信頼できるサイトであれば粗悪品捕まれされることもないですから、まあ、買うのであればいろんな選択肢があるよっていうことも覚えておいた方がお得になると思います。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。